皆さんこんこにちはは、えー、講師のでですそれでは今回は司法書士試験を今年2020年9月27日に受験される皆さんに対してですね、えー、まずは出願本番までの巻き返し術といたしまして、えー、特に今年が初受験の方にですね少しアドバイスをしていこうと思います。さあ、えー ようやく2020年の司法書士試験の本試験の日程が発表になりました2020年9月27日の日曜日ということで、えー、ちょうどあと12週間弱というですね状況になっております さあここからですね真のいわゆる直前期がスタートしたということで皆さん勉強をそれぞれの形で進めていらっしゃると思うんですけれどもまずはですね今年の受験に向けて出願をですね忘れなくしていただきたいと思います。 あの受験票はですねすでに配布済みのものを使うことができるということが発表されております、えー、出願期間は7月8日から8月4日の火曜日まで8月4日の火曜日までということになっていますので皆さん、えー、忘れないないようにですね受験票を提出していただきたいと思いますそしてその際にですねあの会場によっては先に何番台までがどこの会場で何番から何番までがあどこの会場というふうに 受験票のですね早い遅いい遅でもっってて会場がが変わってくるる箇所があると思いますそういったところに関しましてはあの法務局の方に問い合わせ先として指定されている法務局の方に電話をしていただくと今受験票を出すすすととと何番台ですかということを教えてくれますでそれを参考にして自分が例えば受験番号が後ろの方の会場を希望するのであれば、まあ、ちょっと毎日電話しなきゃいけないかな電話をして今何番台ですかというようなことを聞いたですね。 何番以降になった時に出していくと逆に受験番号が早い方の会場を希望していらっしゃるような場合にはそのなるべく早く出していくというようなことはご自身でやってみてほしいと思いますただし法務局問い合わせ先の法務局に電話をすることによって教えてくれるんですがやる試験会場となっている例えば大学ですとかそれからまたはあの試験会場になっている貸し会議室などに電話しても教えてくれませんので必ず法務局及び地方法務局で 電話番号ですね、こちら、あの受験案内、最初に、まあ、発表された受験案内のところに、問い合わせ先の電話番号というのね、載っていますからね、ここにね、ちょっとちっちゃいですけど、載っていますから、そこで確認をすることができるということになります。 さあ、えー、皆さん、えー、受験票を出したらいよいよお本試験までですねもう今度は走り抜けていかなければいけないんですけれどもお特に今年初受験の方にとっては今年は本当に災難な年だったと思います、えー、私も長いこと講師、えー、22年間講師やっていますけれどもこんなことはもう初めてですそして今までの司法書試験の中でも、えー、多分初めての出来事だと思いますそんな中初受験がこの、ね、コロナ騒動で世の中あまあお騒ぎしている今年の試験がちょうど初受験になって しまった方にとっては本当にね災難だったということではあるんですけれどもただ、えー、実はこの試験延長の恩恵を一番受けるのは皆さん方初受験の方なんです。 恩恵ですよ影響じゃなくて恩恵を受けるのが初受験の方で初受験の方というのはもうとにかく直前期にものすごく伸びるんですものすごく伸びますうごのたけのこよろしくですね本当に本試験の直前3ヶ月のところ例えば判定から言うと a b c d e 判定などからスタートしてで ファイナルトーレや公開模試、回を重ねるごとに判定が、えーまあ、あだんだんと伸びてきて、まあ、もしくはね直前期に急激に伸びるという人もいますが、まあ、あだんだんと伸びてくるという方もいらっしゃる。で、えー、本当に最後の公開模試が終わったラスト2週間でそこでさらに伸びてもう。 いわゆる模試がなくなった最後の二週間ですから、自分の実力はどれぐらいになるのか結局判定することはできないわけなんですが、本試験を受けてみたらなんか簡単に感じたなんか解けたねという感想を漏らしてでその日自己採点してみたらあいい点をですね取られてでそのまま一発合格していくという方が非常に多く一発合格では見られます。その直前三ヶ月、えー、というのはそれだけ伸びる期間それが今回は約六ヶ月弱までまさん。 ヶ月の延長がありましたのでその伸びているわけなんですですからもちろん延長期間に慣れてしまって思うように勉強できなかったという方も多かったと思いますですから純粋に倍になったとは言いません直前期の期間が倍に伸びたとは言いませんけれどもそれでもですね直前期の期間が、えー、従来よりかは長いのは事実この期間に1回目の受験生の方がどれだけ伸びるかそしてこれからどれだけまたまた伸びていくかそれも計り知れないことなんです で逆に言ってしまうとベテラン受験生本来7月5日にやってほしかったという声が今多く私のところにも寄せられてます、まあ、そういうことを言うような受験生には「こら!」ってねそんなことを絶対言っちゃいけないって、ね、7月5日にやってくれていれば自分受かったかもしれないのになんていうようなことを昨日も言ってきた受験生がいましたからそういうことを言っちゃうと「本当になっちゃうよ」って、ねえー、自分の口に出したことで一番傷つくのは自分なんだよなんて言ってたしかめてきたんですけれどもでもそれが本心だと思うんです。いわわゆる7月5日にに焦点を合わせててそこに向かって、えー あの頑張ってきていたある程度実力層の実力があるベテラン勢はもう実力を維持するので今必死ですです維持するよりもするのは本当に大変ですから今本当にベテラン勢でそれもいい成績取ってらっしゃる方たちは必死になってですねなんとか実力をキープするためにねえー 9月27日までキープするために今何をすればいいかという目線で勉強ないしは日々を送っています。でそれは実は伸ばす方よりも難しいことなんです。ですから皆さんを伸ばせばいいんですね。これからどんどん伸びます。でそれはもう一発合格を今まで何百人も見てきた私はですねもう断言できます。ですから皆さんとにかく目の前のこの12週間弱、ね、走り切りましょう。 そしてスーパー公開模,試ーパー公開模擬試験レックは3回残っておりますのでこの3回のスーパー公開模擬試験の日程ですねこちらのスーパー公開の3回の日程は8月のお盆中。 8月16日今日曜日にしますと8月16日にスーパー公開もし1回目そして8月30日にスーパー公開もし2回目そして9月。 十三日にスーパー公開もし三回目でそこからあ本試験までラスト二週間という形になっていきます。で初級の皆様方はスーパー一回目までのところはもうとにかく最後のインプットとしてですねテキストとにらめっこして過去問をやっても。 一周、ねえー、なんとかやっていくというような形で構いませんでその後おスーパー1回2回3回点数なんて気にしちゃダメですよもう E 判定 E 判定 D 判定から去年1回で受かった方もいらっしゃいます。で本当の意味での実力があこうまあなんていうんですかね、えー、爆発するのはこの2週間です。 2週間だからもう判定なんて出ていないそういった時に実は実力が本当に爆発していくでその実力がこう開花したというのは実は自分が気づきますなんか調子いいなというふうに感じる方も少なくありませんですのであのとにかく諦めたらもうそこがゲームオーバーです。 諦めなければ皆さんにいいチャンスがあるとにかく今年このコロナの影響で大騒ぎをした司法書士の試験のねこの日程変更でしたけれどもえ何のそのね自分にとってはこれ追い風でしかないというふうに考えてそしてあのお12月の24日が 式引き引きの合格発表なんじゃないかなんていうのは噂が飛び交っていますがもしそうだったとして最高のクリスマスプレゼントをもらえるようにそしてその合格発表の時にああ延長してくれたから自分は受かったんだということをですね満面の笑顔で私たちに報告してくれること私はそれを期待していますですからとにかくですね諦めないこと目の前のことをコツコツやっていきましょう。 そしてじゃあ実際にその9月27日までどのような形で勉強していけば良いのかということについて実はすでに動画を収録しております、えー、私が担当したんですけれどもレックの司法書士のトップページそちらにですね学習経験者向けウェブ公開講座というですねバナーがございます学習経験者向けウェブ公開講座もちろん無料で見られますその中に 本試験日が確定本試験日までの学習計画教えます 本試験日が確定本試験日までの学習計画を教えますというタイトルで私が50分程度の動画を収録し公開されていますその中でですね具体的にこの9月27日までどういうふうな形で例えば過去問を回すにしてもどういうふうにですねやっていけばいいのかということをアドバイスしておりますのでどうぞ皆さん見ていらっしゃらない方はそれを見てみていただきたいと思います。そしてですね、えー 1>, 1回目の受験生の皆さん、えー、にこそ受けていただきたい、まあ、単発の、えー、オプション講座としては例えば山当て講座等を有効活用していただきたいと思うんです。山当て講座につきましては根本さんがやる卓一のお科目全般についての山当て講座、えー、いわゆる総まとめ講座ですねこちらが全2回そして私がやりますマイナー科目だけのマイナー山当てのお講座。 えー、そして記記述述についいててのの予想論点最終チェック講座いわゆる記述の山当てです、えー、こういったあの山当てのラインナップになっていますので全て取れとは言いません特に私のマイナー山当て取りってさらに根本さんの、えー、直前予想論点の総まとめ講座をと取ってしまうとちょっとかぶっちゃうと思うんですね。で,ですので、まあ、その山当て択一権についてはどちらかないしは、まあ、自分で、えー、ね あの何も取らずにという方ももちろんいらっしゃいますから絶対取れなんて言ってませんけどねあのどちらかでいいのかなと思うんですが、まあ、記述につきましては、えー、これはあの赤松さんが渾身のです、ねえー、思いであの山手をしたレジュメ素晴らしいレジュメができていてそれを私と根本さんで講義をしていくと関西地域は赤松さんが担当いたしますそういったラインナップになっていますから、えー、ぜひですね、えー、黄色い 直前期のパンフレットまたはレインボーカラーのパンフレット、えー、もしくは司法書士のトップページにもしっかり説明が載っておりますそういったものをぜひ参考になさってみてください コロナの影響で、えー、まだ断言はできないんですが、えー、今のところ私はマイナー山手のおところでマイナー科目これだけ聞いて点を取ろうというマイナー山手のかもおところで、えー、梅田駅前本校名古屋駅前本校の方に出張して、えー、山手講義をする予定を立てておりますただこれは日程が変更になるかもしれませんのであのまた今後のアナウンスをお聞きください。えー そしてですねこの山手口座あとお、まあ、同じ直前期に今おすすめの口座といたしましては、まあ、これもあの急遽 延長が決まりまして講座を実施することとなったんですけれどもマスト論点選抜集中マスター講座という講座を私が担当いたしますでこちら初級生の方は2万円というですね受講料だいぶお安く設定されておりますでレックの初級講座受講生の方他校の初級講座受講生の方は1 受講料があこちらの2万円と設定されていますでこれ実は実践力パワーアップ講座という2年目の方が受ける講座のテキストをとにかく伐採、伐採だ、伐採じゃ変ですね、伐採って木を切るんじゃなくて伐採してで、えー、コンパクトにまとめまして、とにかく、ね、短期間で全体を網羅するような、短期間で全体を俯瞰すると。 ブレイクスルーをでですすね、ね。短期間で全部読めっって言われたらちょっと悩ますよ、ね、ブレイクスルーを全ページ例えば1週間で全ページ読みなさいって言われてもえっっていう感じじゃないですか、まあ、読める方はいらっしゃると思いますよ。ですがそれはちょっと効率が悪い全体の確認になりますのでもっとこうコンパクトにまとまったテキストで全体をこう総まとめしていくと。でザーっと全体を見渡してポイントを網羅していくというような完全な意味の網羅ではありません。全全回回という回数,回数ですから、完全な意味の、 全ての論点に触れるとまでは言いませんけれども少なくともマスト論点いわゆる絶対に落としてはいけない論点だけを、えー、全部お話しするというね主要科目のみの講座となってます。でえー ブレイクスルーから離れたくないという方も多いかと思うんですけれども実践力のテキストはブレイクスルーから作っておりますからそういった意味では情報があねあねの全く違う切り口ということではありませんでそれよりも図が多くコンパクトにまとまっていますのでこういった講座をまあ、ちょっとアウトプット中心の勉強をしながらも、えー、インプットで全体を総まとめしてそれも短期間に効率よくね全体を俯瞰したいという方にはお勧すすめかなと思ってますで、こちらについて、えー ホームページ等に詳しく説明が載っておりますのでどうぞ皆さんの方でご確認ください。 とにかく皆さんにお伝えしたいのはまずは出願をしてほしい出願をしなければ始まりませんそして出願をして受験票が届くそして自分で決めた勉強をとにかくやりきるで最後まで自分を信じてあげてください本当に最後の公開模試が終わってからの2週間があの自分がどれだけ伸びているのかそこからまた伸びていくのか本当にね私が言ったことが真実なのか試してやろうじゃないか。 というぐらいの気持ちで自分を信じて最後まで走り切ってほしいと思います人間は本当に想像できることは実現できるですから自分がこう例えば12月末なのか1月頭なのか分かりませんがとにかく合格をして、えー、今までの努力をですね報われたというふうに喜んでいる姿それを想像してしっかり頭に焼き付けてね想像できることは実現できるんですからぜひ前を向いて頑張っていってほしいと思います えー、決して、えー、もうダメだ、ね、受からないもう諦めちゃおうかなこういった弱音を吐かないこと、えー、弱音を吐いて一番影響を受けるのは自分自身です。 一番自分が蝕まれていくんですねですからそういった弱音を吐かずに、えー、もう吐きたくなったら甘いものを食べるとかねなんかちょっと気分の良くなることをしてとにかく前を向いいいいててて走ったただきたいと思いますそのために我々としてましても、えー、いろいろなあもちろんマイナー,あーマイナーじゃない、えー、山手講座はもちろんのこと各種電話相談ですとか個別相談などもそれぞれ用意しておりますので、えー、教えて中途はじめ、えー、我々の力もですねぜひ、えー、あのー 借りてもらって、えー、最後まで頑張って走り抜いていただきたいと思いますそれでは皆さん方があ9月27日まで、ね、一生懸命頑張ることを我々も心から応援していますので何かありましたら私たちにお声をかけくださいそれでは今日は、えー、このまずは出願 本試験までですね、えー、まずは出願をして、これからの巻き返し術、具体的なところは先ほど言いました動画に委ねますけれども、皆さん方に対する応援メッセージは伝わったでしょうか。えー、ぜひですね、あの参考にしていただきたいと思います。それでは私からの話は以上で終了します。ご清聴どうもありがとうございました。